ポケユルチャンネル始まるよ。どうも、ヨウです。今日はこれから登場するポケモン EX の環境について紹介していきます。ポケモン EX は気絶するとサイドを2枚取られるルールを持つポケモンです。ポケモン V とは違い、ポケモン EX 進化前のポケモンはルールを持たずサイド1枚しか取られないポケモンになるようです。2進化の場合は HP300 超えでもサイドは2枚しか取られません。あれ、この感じどこかで。そう、ポケモン V の前、サンムーン環境のポケモン GX です。しかしサンムーン環境の頃は先行サポートありのルールだったため、今までとは違い、先行の動きは前ほど強くならなさそうだし、進化前がサイド1枚しか取られないポケモンを並べるから安心だね。早速新環境でバトルだ。この手札だとポケモンを展開できないな。あー、仕方ない。ネオラント V 出して特性でサポートを持ってきて、たくさん種ポケモンを出して番を返します。え、ボスの指令ネオラント V、 結局先行2ターン目にサイド2枚取られとるやないかい。ポケユルチャンネルでは自主大会であるポケユル杯を毎月開催中。詳しくは概要欄からツイッターをご覧ください。それでは。